日本語能力試験、懲戒 N5 これから N5 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を あげてください。問題がよく見えないときも手をあげてください。いつでもいいです。問題1問題1では初めに質問を聞いてください。 それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは練習しましょう例 クラスで先生が話しています。学生は今日、うちでどこを勉強しますかでは、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですかいえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。 学生は今日、うちでどこを勉強しますか一番いいものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから。答えは このように書きますでは始めます1番靴下の店で女の人と店の人が話しています女の人はどの靴下を買いますか子供の靴下 ありますかはい。長いのですか短いのですか長いのです。はい。果物の絵と動物の絵があります。どちらがいいですかそうですね。動物のをください。女の人は、 どの靴下を買いますか 2>, 2番病院で医者と女の人が話しています。女の人は1日に、 何回薬を飲みますかこの薬は朝と夜ご飯を食べた後で飲んでください昼ご飯の後は昼は飲まないでくださいはい4日間飲んでくださいねわかりました女の人は一日に

すみません。その上の黒いカバンを取ってください。どちらですかこの小さいのですかいいえ、大きいのです。はい。店の人はどのカバンを取りますか 4番教室で先生が話しています。学生は机の上に何を置きますか今からテストをします。このテストでは辞書を使う問題がありますから、机の上に辞書を出してください。鉛筆と消しゴムも出してください。 時計はカバンの中に入れてください。先生、ノートはどうしますかノートもカバンの中に入れてください。学生は机の上に何を置きますか 5番、バスの中で旅行会社の人が学生に話しています。学生は初めに何をしますか皆さん、ホテルに着きました。今から1階のレストランで晩ごはんを食べます。晩ごはんは7時からです。今、 6時50分ですからすぐに行ってください。皆さんの荷物はホテルの人が部屋に持って行きます。晩ごはんの後はテレビを見たり買い物をしたりしてください。学生ははじめに何をしますか

はい。飲み物とお菓子ですねあ飲み物は重いですね海に着いてから買いましょうそうですね男の人は何を持っていきますか 7番、バス停で女の人とバス会社の人が話しています。女の人は何番のバスに乗りますかすみません、1番のバスは緑駅に行きますかいいえ、緑駅に行くバスは3番と5番と7番ですよ。 そうですかあでも今日は日曜日ですから5番のバスはありませんそうですかそれから3番は朝と夕方のバスですから今の時間は7番ですねわかりましたありがとうございます 女の人は何番のバスに乗りますか